はい、どうも皆さんこんにちは、スターディの河野玄斗です。今回はですね、360年間解かれなかった数学の難問、フェルマーの最終定理の N イコール4における場合を示していきます。まあ、このねフェルマーの最終定理、ご存知の方も多いと思うんですけど、内容は至ってシンプル。3以上の自然数 N について XN 乗プラス YN 乗イコール ZN 乗となる自然数の組 XYZ は存在しませんよと、まあ、めちゃくちゃシンプルですよね。まあ、この問題ですね、このフェルマーさんは実はですね、あの数学の本の余白、周りの部分に数学の本を読んで自分が思ったこと、感じたこと、定理だったりっていうのをメモする習性があったんですよ。で、この定理もフェルマーさんがねメモしたものなんですけど、その余白にね、なんて書いたか、なんとですね、私はこの問題について驚くべき証明方法を発見した。でもね、その証明方法を書くにはこの余白はあまりに狭すぎるっていう風に書いて、結局証明方法を残さないままなくなってしまったんですよ。で、このねメモを見つけた数学者たちはそこからもう頑張ってね、私が証明しますっていう形でいろんな数学者が頭を悩ませたんですけど、結局全然証明されなくて、まあ、最終的にはアンドリュー・ワイルズさんっていう人が、まあ、証明するまで、まあ、360年間かかったと。それぐらい難問だったんですね。で、これ後から分かったことなんですけど、実はねフェルマーさん、自分は証明したって言ってたけど N イコール4における場合しか証明できてなかったっていう説が有力なんです。まあ、N イコール4の場合ね、証明できたから他の場合も証明できるでしょうっていうふうに思ったら、まあ、実はそんなうまくいきませんでしたよっていうオチがついてると。で、今回はですね、そのフェルマー自身が証明していた N イコール4における場合の証明方法を解説していきます。その証明方法はもう本当にねパズルみたいで、もう魔法のように解けるので、本当にね気持ちいいですし、内容もですね高校1年生なんなら中学生の人も理解できる内容ですので、ぜひね最後まで見て、この数学の面白さ本当に面白いので、ぜひ最後まで見てほしいなと思います。それでは早速やっていきましょう。4乗足す4乗イコール4乗となる自然数の組は存在しないと、まあ、これをね示したいんですけど、まずですねこれを示すために2つのねことについて準備しておきましょう。まず1つ目が、互いに相な AB っていうのがありますと。で、その A と B をかけてあげると平方数なんとかの数の2乗っていう形になる場合、 A も B も平方数ですよと。これですね、よくよく考えると当たり前なんですよ。っていうのも、まあ、この平方数って何かっていうと、素因数分解した時に全ての素因数の個数が偶数個なわけですよね。まあ、例えば素因数分解した時に2の4乗かける3の6乗かける5の2乗かける7の8乗みたいに、まあ、これ4、6、2、8と指数部分が全て偶数になっていれば、まあ、なんとかの2乗っていう形で表せるわけですよ。で、今ね、A と B かけて、この数になるってことを考えると、まあ、A と B に、まあ、2とか3とか5とか7とかをうまく割り振ってあげたいわけですよね。で、A、B は互いに損なわけですよ。ということは、例えば2の4乗、4個ある2を割り振るときに、2をね、1個3個とかに割り振っちゃいけないわけですよ。1個3個って割り振ったら、2っていう、公約数を持ってしまうわけだから、互いに素じゃなくなっちゃうと。ということで、2の4乗とかを A か B にガッと。ね、まとめて割り振んなきゃいけない。3の6乗もまとめて、5もまとめて、7もまとめて割り振るってことを考えた場合、結局 A も B も、ね、指数部分素因数の個数っていうのは全て偶数になりますよね。だから、まあ、A も B も平方数になりますよと、まあ、冷静に考えたら当たり前の内容を言っている。で、これめちゃくちゃ使います。じゃあ2つ目ね、準備しなきゃいけないことっていうのが、互いにそんな3つの数 ABC を用意してあげて、 A2 乗プラス B2 乗イコール C2 乗、ピタゴラスの定理、ね、三平方の定理みたいなものですよね、が成り立っている場合、実はこれ解くことができて、互いにそんな M と N っていうのを用いて、 A イコール M2 乗マイナス N2 乗、 B イコール 2MN、 C イコール M2 乗プラス N2 乗っていうふうに置くことができるんですね。まあ、一応ね、これ偶奇として A が奇数、 B が偶数、C が奇数っていう場合のことを考えてるんですけど、まあ、この A と B のね、奇数と偶数が入れ替わる場合は、この A と B を入れ替えても入れ替える必要があると。まあ、こういうふうにね、実は三平方の定理っていうのは整数の場合っていうのを解くことができるわけです。まあ、例えばね、
まあ、例なんですけど、 m イコール2 n イコール1っていうのを代入してあげると a っていうのは3 b っていうのは4 c イコール5っていう風になって3対4対5の三角形が出てくるわけですよね。まあ、このね証明方法っていうのも実はねそんなに難しくなくて、まずね a 二乗プラス b 二乗イコール c 二乗の偶記について考えてみます。そのためには4で割った時の余りを考えてあげる。まあ、なんでって言ったら、まあ、なんとかの2乗平方数っていうのは4で割った時の余りがすごくうまくいくんですね。今 x っていうものを4で割った時の余りっていうのは、まあ、0か1か2か3の4パターンありますよね。じゃあそれを2乗してあげることを考えると、まあ、0の2乗は0、1の2乗は1、2の2乗は4で、それを4で割った時の余りっていうのは0ですね。3の2乗は9を4で割ったら余りが1と。ということで平方数を4で割ると余りは0か1しかないわけですよ。で今ね a 二乗プラス b 二乗イコール c 二乗っていうことを考えると、なんとかだすなんとかがなんとかっていう風になる数のね組み合わせっていうのは、まあ、0か1で考えてあげると二択ですよね。0たす0が0か、まあ、1たす0が1と、この2パターンなわけですよ。で0たす0は0って、まあ、要は偶数偶数偶数ってことじゃないですか。でも今 A と B と C が互いにその場合を考えてるので、まあ、この0たす0イコール0の場合は考えなくていいですよと。結局1たす0イコール1、すなわち奇数偶数奇数の場合を考えればいいわけですよね。まあ、A と B は対称性より入れ替えてもいいわけで、奇数偶数あるいは偶数奇数、まあ、どっちか考えれば OK。 じゃあ今奇数偶数奇数の場合を考えてあげたときに、じゃあこの偶数 B2 乗を残してあげましょうと、ね、この式を変形して B2 乗イコール、まあ、移行すると C2 乗マイナス A2 乗、2乗引く2乗だから和と差の積に分解することができる。この式の両辺を4で割ってあげると左辺は2分の B の2乗という形になって、右辺は2分の C プラス A かける2分の C マイナス A という形に変形できますよね。そうするとまずね左辺について見てあげると、この B っていうのは B は偶数なわけだから2分の B は当然整数、ね、自然数、すなわち左辺は平方数になるわけ。じゃあ次右辺について見てあげると、2分の C プラス A、2分の C マイナス A はどっちも整数と。だって C と A はどっちも奇数だから足しても引いても偶数。で、割る2とは当然整数。この2つの数って互いにそうですよね。っていうのも2分の C プラス A と2分の C マイナス A が共通因数を持った場合、C と A が互いにそうじゃなくなっちゃうんですよ。まあそれは簡単に示せます。そうすると、丸1を使ってあげるんですね。かけて平方数となる互いにその数ですよ。ということは、この2分の C プラス A も2分の C マイナス A もどっちも平方数じゃなきゃいけない。まあ、すなわち M2 乗、N2 乗っていう形におけて、まあ、M と N は互いにそうですよね。だって2分の C プラス A、2分の C マイナス A が互いにそうなんだ。ということで、まあ、あとはね、この2分の C プラス A が M2 乗、2分の C マイナス A が N2 乗と、この連立方程式を解いてあげると、まあ上引く下で左辺が A になるから、A イコール M2 乗マイナス N2 乗。で足してあげると C になるから左辺が C だから C イコール M2 乗プラス N2 乗と。で B はって言ったら、まあ、これかけてあげると MN の2乗だから2分の B が MN になるから B が 2MN と、まあ、こんな感じで解くことができるわけですね。ということで A2 乗プラス B2 乗イコール C2 乗っていう形を見たら、まあ、偶数の側が 2MN になって、まあ、こういうふうに表すことができる。これが2つの準備事項です。じゃあいよいよ4乗足す4乗イコール4乗の問題を解いていくんですけど、まずね最初に確認してほしいことっていうのが、この問題ちょっと変形して、この XYZ が互いに素な自然数の組が存在しないことさえ言えれば、もともとねフェルマーの最終定理の N イコール4の場合も示せるっていうことを確認しておきましょう。っていうのもね、 X4 乗プラス Y4 乗イコール Z4 乗、これ互いに素じゃなかったら、まあ、最小公倍数、最大公約数 D としたときに D 分の X、ね、全て D で割った、この式も成り立ちますよね。よろしいですかね。まあ、この式からこの式導けるし、逆に言えば、まあ、互いにそんな D 分の X、D 分の Y、D 分の Z の組があれば適当な数かけてあげて互いにそうじゃない組み合わせを作ることができるわけですよ。行ったり来たりできると。なんだったらもう初めからね、この大元最大公約数が1、
互いにそうな自然数の組が存在しないってことさえ言えれば大元を立ってるわけだから、それから派生するね、互いにそうじゃない組み合わせっていうものは全部ないっていうふうに言えますよね。ということで XYZ が互いにそうであるっていう条件をまず課してあげましょう。でいよいよねこれを証明するのかって思いきや、実はね証明するものはちょっと変わったものを証明していきます。何を証明するかというと、4乗足す4乗イコール2乗となる互いにそうな自然数の組は存在しないと、元の命題のね4の部分を2に変えたと。これを証明することによって元のね命題が証明されると。どういうことって言ったらね、この4乗足す4乗イコール2乗っていうとなる自然数の組は存在しないっていうのは、まあ、要はね4乗足す4乗は平方数になりませんよって言ってるわけですよね。4乗足す4乗は平方数になりませんと。でこの元々の命題っていうのは4乗足す4乗イコール4乗なんですけど、この z の4乗って、まあ、z の2乗の2乗なわけだから平方数の一種なんですよね。平方数の一種だったらね、4乗足す4乗が平方数になり得ないってことが言えさえすれば、じゃあ4乗足す4乗が平方数の一種になることも絶対ないわけですよね。だからこの命題を示すことによって元々の命題っていうのは当然示されると。じゃあなんで4乗足す4乗イコール2乗っていう形を示すのって言ったら、そうするとねうまくいくから、もう魔法のようにパズルのねピースのようにがハマっていくかのようにもう気持ちよく解けるので、まあ、だから4乗足す4乗イコール2乗っていうのを示していく、まあ、それはね楽しみにしててください。でこれをね示すにあたって、まあ、一番最初はね自然数の組は存在しない、存在しないっていうのを示すの難しいから存在すると仮定しましょうと、まあ、これは基本的な考え方ですよね。背離法と、存在すると仮定して矛盾を示していきましょうと。じゃあその矛盾をね今から示していきます。で何を使うかというと、この丸一番と丸二番をめちゃくちゃ使うんですけど、まず4乗足す4乗イコール2乗っていう形を見てあげて、まあ、4乗って要は2乗の2乗ですよね。ということは、まあ、結局 x2 乗 y2 乗 z についてこの丸2番を使うことができるわけです、まあ、x と y と z は互いにそうだから。で、まあ、この x2 乗と y2 乗っていうのは、まあ、対称なので、まあ、どっちを奇数どっちを偶数って考えてあげてもよくて、まあ、今回 x2 乗を奇数 y2 乗を偶数っていうふうに考えてあげると、丸2番を使って互いに素である m と n を用いて x2 乗が m2 乗マイナス n2 乗、 y2 乗が 2mn、 z イコール m2 乗プラス n2 乗っていうふうに置くことができるわけですね。じゃあ次にこの第一式に着目してあげると、この n2 乗を移項してあげましょう。そうしたらね、これ x2 乗プラス n2 乗イコール m2 乗っていう形になってるわけですよ。またまた丸2番使いますよね。まあ、m と n が互いに素ってことは、まあ x も当然互いに素になるわけで、で今回 x2 乗っていうのは奇数っていうのは分かってるわけですよね。ということは必然的にね、n が偶数で m が奇数っていうふうになるわけで、これについて丸2番を使ってあげると、互いに素である pq を用いて x が p2 乗マイナス q2 乗、 n が 2pq、 m が p2 乗プラス q2 乗というふうに置けるわけです。まあ、このね丸2番を2回使うことによって6つの式を作ったわけなんですけど、じゃあ次何するか、この真ん中の2つの式に着目してあげましょう。じゃあまずは左側から、この左側のね式を割る4してあげましょう。両辺割る4してあげる。そうすると左辺はまあ4分の y2 乗すなわち括弧2分の y の2乗っていうふうに変換できて、 2mn っていうのを m×2分の n っていうふうに変換してあげますと。今 y も n も偶数ですね。偶数ということは2分の y っていうのも2分の n っていうのも当然整数なわけなんですけど、まあ、ということは左辺は整数の2乗すなわち平方数ですね。で右辺は m も2分の n も整数で、しかも m と n は互いに素なわけだから m と2分の n も当然互いに素。はい、これで丸一番が使えますね。かけて平方数となる互いに素な2つの数ってことは m も2分の n もどっちも平方数なわけ。ということで今ねこの m っていうのを平方数だから c の2乗みたいに置けて、この2分の n は平方数だっていうことがわかります。じゃあ次右側の式見てあげると、 n イコール 2pq、 じゃあこの式の両辺割る2してあげますよ。割る2すると
左辺は2分の n で右辺は pq っていう形になるんですけど、はい、2分の n って平方数ですよね。はい、平方数つながってくるんですよ。で pq は互いにそうですよね。ということでまたまた丸一番が使えると、よって p が a 二乗、q が b 二乗っていうふうに置けますと。じゃあ次にこの最後のね、 m イコール p 二乗プラス q 二乗っていう式を見てあげると、まあ、m が c 二乗、 p が a 二乗、 q が b 二乗っていうのを代入してあげると、まあ、この式っていうのは結局ね、右辺から考えると p 二乗っていうのは、まあ、a の4乗になりますね。2乗の2乗だから、足す、まあ、q の2乗は b の4乗になって、 m っていうのは c 二乗と、こういう式に変形することができますと。このね形、一番最初に見た形ですよね。 x4 乗足す4乗イコール2乗、4乗足す4乗イコール2乗、あ、同じ形が出てきたとね、同じ形出てきましたね。で1個確認してほしいのが、この z と c の代償関係、 z と c の代償関係、まあ、これはねすごく簡単に示すことができて、 z っていうのはそもそも m2 乗足す n2 乗なわけで、 C って何って言ったら C の2乗が M ですよね。で M2 乗足す N2 乗よりも、まあ、当然 M の方が小さくて、で M っていうのは C2 乗で、 C2 乗は、まあ、C 以上ですね。 C2 乗が C 以上ですよね。はい、ダジャレじゃないです。まあ、これによって Z と C を比べたら Z の方が大きいっていうことが言えますよと。これでですね、最初の存在すると仮定するに対する矛盾が示せるんですけど、わかりますかね、どういう矛盾があるのか。これがまあね、あの受験でもたまに本当にごくまれに出てくるんですけど、無限効果法と呼ばれるものですね。配理法の一種の無限効果法、どういうものかというと、自然数には最小値が存在するっていう当たり前のことを使うんですよ。自然数12345点点点と、まあ最小値ありますよね、まあ、1っていう最小値が当然存在するわけなんですけど、これに矛盾させるのが無限効果法。どういうことかというと、 x4 乗プラス y4 乗イコール z2 乗となる自然数の組が存在するとまず仮定しますと、ね、存在すると仮定します。そうするとね、存在すると仮定したら、なんとごちゃごちゃやると a4 乗プラス b4 乗イコール c2 乗っていう式が満たす abc が存在したわけ。ということはね、これxyz の組を一つ見つけてあげたら、それより、まあ、z より c の方が小さいわけで、それより小さい、まあ組み合わせとなるような abc を見つけることができちゃうわけ。じゃあ abc っていう組み合わせがあるんだったら、もう一回全く同じことして、またね、より小さい組み合わせを見つけることができる。無限にどん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 小さい組み合わせを見つけることができますよね。いくらでも小さくすることができる。これって自然数には最小値が存在するっていう当たり前の事実に矛盾しますよね。だってどこまでも小さくいけるってことは最小値がないってことだからね。こういうふうに最小値が存在しますよっていう事実に矛盾するっていうことを使うね、まあ、配理法の一種を無限効果法っていうふうに言って、まあ、この流れで今回ね、 x4 乗プラス y4 乗イコール z2 乗となる互いにその自然数の組は存在しないっていうことが証明されて、すなわちフェルマーの最終定理の n イコール4における場合が示されるというわけなんです、まあ、こんな感じでね、丸1番と丸2番の準備さえしてあげれば、ね、丸2番を使ってこの式で丸1番を使ってみたいな感じで全てがつながる。もうこの準備をするだけで、もうパズル、魔法のようにね、パズルピースがどん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 はまっていく感覚っていうのがものすごくね、気持ちよかったんじゃないかなと思います。まあ、フェルマーの最終定理のね、 n イコール4以外の場合はもうめちゃくちゃ難しくなっちゃうんですけど、まあ、n イコール4の場合でもね、分かって、数学の面白さっていうのを感じ取ってもらえたらいいなと思います。まあ、今後もね、こういった面白い動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。